皆様こんばんは、こんばんはじゃない、こんにちは。どうも、衣装担当のまゆでございます。今日はこちら日暮里に来ました。生地を買いに来ました。なんと一人ぼっちです。でも頑張って衣装を作るために行きたいと思います。レッツゴー。ワニロケットのフィナーレの生地などを取り扱っているふりかけさんです。よろしくね、買いだよ。ということで、無事生地をゲットできました。見て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 、じゃーん、ねずこ柄めっちゃかわいい。しかも生地がいい、チュルチュルのサテン風な生地を買いました。これで衣装作り頑張ります。買ってきました。こちらの生地かわいいでしょ。早く作りたいです。です、今日はお家の作業台で衣装を作りたいと思います。見えるかな、マイミシンです。途中までできたんですが、今日はハッピーの袖をつけようと思います。よいしょ。ちなみに作り方とか全然見ないで、なんか想像で作ってるので、なんかうまくできるかちょっとよくわかりませんが。独り言言いながらやるんですけど、動画撮りながらって恥ずかしいな。何喋ればいいんだろう。
ュイキュできたんじゃない、もうできたんじゃない、できたんじゃない、じゃんじゃんじゃん、炭治郎ができました。ありますので皆さんよろしくお願いいたします。まゆでした。